未来の形。ナイスキャッチ。からのナイスシュート。大人と子供ダブルで喜ばせてる。後ろかわしながらシワ伸ばしもダブルで。身体障害状態や要介護状態になった時に一時金と年金のダブルで長期にわたってサポート。それが生活。日本生命。よろしくお願いします。お願いします。行きますよ。スタートからのアイカット。いいね。立て側の下手から一人目二人目とスタート。いい感じ、いい感じ。味方がパスもらうのかと。あれパスが出るね。どういうのもいいのあれ。かっこいいよ。あげます。よーい、せーの。サポートダブル。せーの、サポートダブル。見えないとあります。あ、どこのことだ。音楽スタート。じゃあ客席の皆さん、次3番いきますよ。本番また、はい、よーい、はい、スタート。なんか良かった気がする。ちょっと見ますよ。良さそう。ちょっと見ましょう。はい、チェックお願いします。
と見ますよ。あ、もうちょっと引かなかったのか。もうちょっと。はい、お願いします。はい、本番。本番。また。はい、よーい。なんかこう半分でさまざまな役を演じさせてもらったので、こういろんな洋服が着てて面白かったです。でもやっぱりこの半分の野球とサッカーっていうこの衣装がすごい面白いなと思ったので、こっちやるときは野球でこっちはサッカーっていう見せ方のやっぱ朝のこの洋服でのシーンが印象に残ってます。そこもなんか指揮をしながら急に綿あめ作ったり、指揮をしながら綿あめ作ったりっていう、なんか全然違うことをまたしてるのが、あの新しい感じで面白いなと思いました。朝一のあの野球の球を取って下目の方を見てやった方がいいねとか、そういう感じでちょっと変えながらやっていきました。でもやっぱり一つの服を着て半分半分だったり、それぞれのいろんな役を CM の中で表現できているので、それはちょっと面白いかなと思います。まあ、仕事以外のプライベートな生活と両立してます洗濯してちょっとぬか漬けとか つけてみたり、味噌作りもしてみたりとか、ちょっとそういう割と丁寧な生活を心がけつつ仕事と両立をしています。でも今1個のやつを毎日混ぜて育ててます。2週間ぐらい前ですか、ね、最近。なんかすごいやりたいことがあったら、何か例えば陶芸とか、まあすごい英語の勉強とかでも、なんかこう勉強しながら学生生活みたいな感じとお仕事の両立とかもいいなっていうふうに思ってます。今回 CM でさまざまな役どころ演じてます。コミカルな面白い CM になっていると思うので、ぜひご覧になってください。